白根武助白根武助5月25日から1957年3月5日は、日本の内務官僚、山口県出身。1908年、東京帝国大学法科大学政治学科卒業後、高等文官主権行政科に合格。感染の岐阜県知事、石川県知事、富山県知事、埼玉県知事、静岡県知事、知事広島県知事、 兵庫県知事などを歴任。兵庫県知事時代には直命を報じ、ゴーストップ事件の仲裁に入った。1935年に岡田内閣の内閣書記官庁に就任。貴族院議員も経験。1947年から1949年まで千葉工業大学理事を務めた。1957年3月5日死去。去年73。父は、 南埼玉郡庁、白根勝次郎。この白根綾夫は、海軍のエースパイロット。男爵、白根松助はいとこ。織田智助の女性でもある。祖父は、埼玉県令を務めた、白根助。おじに、幹線知事を務めた、白根蝉一と、河野中蔵がいる。もう一人の息子、白根勝臣の妻は、丸ル日露創業者、中部育次郎の孫娘。 これ以外にも、小島菊男、宮沢喜一、石橋正二郎、鳩山一郎、段則彦、段春香、徳川義弘、津軽義孝、昭和天皇、正田秀三郎、正田定一郎、小川平次、鈴木善光、岸田文雄、吉国一郎、荒井正二、桜内義夫、桜内幸夫、大田誠一、河野洋平、河野太郎、橋本龍太郎、麻生太郎、 浜口義平、藤田若水、福田武雄、福田康雄、落ち高雄、千の島、九原房之助、琴を藤る、中曽根康弘、斎藤茂義、池田隼人、田中角栄、田中直樹、岸信介、佐藤栄作、安倍慎太郎、安倍晋三、松崎明雄、森永太平、安西正雄、松尾達雄、平沼武雄、中内、清水万章、 坂野常前、豊田喜一郎、赤してるを、渋沢栄一、坂谷義を、純松政事などと遠赤関係にある。ありがとうございます。